こんにちは、ダイスです。今回は白鳥見に兵庫っていうところに行こうと思います。新潟だと兵庫っていうところに白鳥が飛来するですが、今時期なので飛来するですが、飛来するんですが、今時期なので見に行きたいなということで今向かってるとこですね。うん、楽しみですバイクで行こうと思ったんだけど、うん、だいぶ寒い、はい、だいぶちょっと挫折して新潟だと晴天率は悪いんだけど、うん、なんか晴れたね。今日晴れましたね。雨予報だったんだけどね、うん、珍しい。そういう場所に行ってきましょう。はい、看板出てた、兵庫こっち着きました。行きましょう。行きます。すごい、こんなにいるんだって可愛いよね。現在の白鳥飛来数5701、うん、すごいね。すごいね。行きましょう。はい、もう着いた。水鳥いっぱいいるね。カモ、カモかな。おお、こんないた。奥にね、はい、奥の方にいますね向こう側だ。うん、そう、あの水鳥の餌、うん、売ってるみたいだから、ちょっと買ってくる。はい、買ってきたいと思います。あげたい行ってきます。寝てる。あ、起きた、ごめん寝てる子もいますね。頭を後ろにやって、すごい。ここにも寝てる子が、あ、そっか、水面が動くとすぐ起きるのかな。ヨガだね羽の色とか違うんですね。親子、親子かもしれない。今日この白鳥、大人と子供2種類やるんだ。琥珀鳥と黄白鳥、大きさが違うみたい。あ、声違うんだ、知らなかったです。鳴き声違うんだね。おおおと、ここ、え、ちょっとみんなシベリアから来るんですねあ、飛ぶ、ふん、でっかいね。すごい。向こう行ってみる。うん。あ、いた。かわいい。買ってきました。投げれるかな、投げれるかな、うん、動かないや。向こうの端からなんじゃないのかな。行ってきます。親子、うん、子供の子いる。気づいてくれた。カモパン。すごい。ですね。はい、はい、気づいてくれた。ごめんね、猫の所だった。あ、
白鳥さんだ。カフェレール、わ、ちょっと今さ、ほらほら、あ、カフェレール、よかった。うん、行けるんだね、びっくりする。みんな、まだ食べてない人いるよね。すごいすごい上。大丈夫？任せる。餌食ってんじゃないの、ね、魚食ってるでしょ、うん、足まで見えるんだね、知らなかった。
白鳥も水鳥も見れました。楽しかったです。はい、この近くで見たの初めてだからいいね時期だなと思いました。そっか、うん、すごいねちっちゃい子、まだ真っ白じゃない子もいて、うん、楽しかったです。レンズ持ってくればよかったねえ。はい、ということで今回は兵庫遊びに来てみました。餌やりもできたし、いろいろ見れたし、楽しい思い出ができました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かだしチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!